皆さんこんにちは、サウンドカフェ金曜日担当の神田葵です。今日は9月の15日、ですが、老人の日っていうんですよね。昔は敬老の日が9月の15日だったんですけれども、今移動したので、今日の日のことは老人の日というふうに言うようになったそうですけれども、今日その老人の日がありまして、でプラスなんかね、ひじきの日でもあるらしいんですよ。これはやっぱり昔からひじきを食べていると長寿になる。で、今日がそのもともと敬老の日というところから、この日にひじきの日というふうに、したらしいんですけれどもね。というわけで、ね、ひじきは長寿になる縁起がいいなんていうふうに、昔からね、やっぱり言われてるんですね。というわけで、今日のメッセージテーマなんですけれども、あなたの縁起のいい食べ物を教えてください。いろいろあると思います。あれを食べたらなんかこういいことがあるとか、それからあとこれを食べたらなんかこう勝負飯みたいになるとか、こういろいろあると思います。あとはあなたの地域で、とかご家庭で、昔からこれを食べるといいのよなんて、こう縁起がいいのよなんていうふうに言われているものもいろいろあると思います。それを私に教えていただきたいと思います。メールアドレスはあっちだった。ちょっと待ってね。はい。いきます。cafe@fm856.co.jp。ツイッターはハッシュタグ856スタジオでつぶやいてください。メッセージお待ちしております。それからですね、今日、じゃんじゃじゃん、届いたの、見て見て。FM 川口のクリアファイル。なのなの、これね、これ。で、9月の1日に開局2周年記念 FM 川口でやったんですが、その時に、メッセージを寄せてくださった方に、こちら全部こうお渡しするというこのクリアファイルということになっております。いいんだよ、ほら見てみ見てみ、ね、これほら永本真理ちゃんとか七海ゆうきちゃんとか高橋すみれちゃん、はい、これ DJ 一人一人、金谷さん、川原さん、それからこっちが私と、それから吉田さんです。こういうふうにね、いろいろね、もうそれぞれありますから、ぜひぜひ。で、この間メッセージを寄せてくださったんだけれども、でもそこに住所とか書いてないっていう方で、欲しいなっていう方は、メッセージのメールアドレスまだこっちに残っておりますので、そのメールアドレスで、ご住所とお名前送っていただければ、これセットでねプレゼントさせていただきますので、はい、で今ねもうご住所お名前分かっている方は必ず送らせていただきますので、楽しみにしていてください。というわけで、今日は縁起のいい食べ物ということでメッセージ募集いたします。皆さん送ってくださいね。